どうも適当なトロちゃんガレージです。今日はですね、カーセンサーで運命の出会いをして43万で買った4代目のマツダデミオ。今日は何をやるかというと、これそんなにね汚くないんですけど、今日は内装の掃除をしていこうかなと思います。乗ってみるとこんな感じで、すごくね特に綺麗で、別に何の文句もないんですけど、やっぱりちょっと埃っぽいし、なんかこうやってちょっとハンドル触ってると、なんかね、これレザーだからか知らないけど、なんか手の水分持ってかれるんだよね。それはねレザーだからちょっと仕方がないかもしれない。まあ綺麗なんですけど、ちょっとねやっぱり埃っぽいし、なんかハンドルとかもちょっとまだ多分ねそんなに綺麗にはされていないと思うので、現状販売だからね。だからあとシフトノブとかも結構汚れてると思うんで、常に触るようなところは、綺麗に除菌というか、綺麗に清掃していきたいなと思います。で、シートもしっかりと拭き取って、汚れを綺麗にしていきます。って言ってもそんな汚れてないけどね、俺がいつも買うようなね MR2 とか86とかそういうようなひどい、状態の車ではないので綺麗なんだけど、まあある程度中古なんで汚れてるんで掃除していきます。じゃあやっていきます。掃除に使うのはこれ、マジックリンと普通に雑巾、これだけで今日はやっていきます。じゃあまず運転席側から綺麗にしていきます。このフロアカーペットも綺麗にします。こんなに汚れてないけどね、だ掃除するほどなんかめちゃくちゃ 目に見えて綺麗になるほどのものではないけど、だから取れ高的にはあまりないかもしれない。マジックにちょっとねこうやってウエスに染み込ませて、こうやって拭いてやるだけでも綺麗になるんじゃない。これが正しいかどうかは知らん、綺麗になりゃいいんだよ。こういうね触るところは全部綺麗にしておきたいね。この車が43万で買えたっていうのは現状販売っていうのもありますね。基本的な整備はもう全然なしで現状で販売されたんで、なんかでもオイル交換はやってくれたっぽいですね。ちなみにメインチャンネル見てくれた人だったら多分一回聞いたことある話だと思うんですけど、こういう中古車を買って匂いが気になる時って、こうやって掃除、こうやって表面的な掃除だけするだけじゃ基本的に匂いは取れないんですよ。本当に天井剥がしてルーフライニング洗ったりだとか、あとダッシュボード外してダッシュボードの裏側をしっかり洗うとか、そういうことしないと匂いの元って完全に取れないんですよね。だから今俺がやってるこれだけのことじゃもう絶対ね匂いは取れないことは分かってるんですけど、でも今回俺が買ったこの車はそんなに匂いはしないんで、その点はねまあ良かったかなって思う。臭い車だけは本当に勘弁だからね人乗せれないからさ、俺は良くてもたまにね、トヨちゃんガレージに遊びに来てくれた友達とかをねおもてなしするときに、やっぱり臭い車ではおもてなしできないからさ、さすがに。次後ろ側、ファイブドアっていうのもありがたいね。後ろのドアに簡単にアクセスできるから、俺この車の後ろの席開けるの初めてだよ。まあ後ろはねこの車多分ほとんど使われてなかったと思うんで、めちゃくちゃ綺麗です。次助手席側を洗っていきます。綺麗にしていきます。白だから汚れが結構目立つよ。汚せないなこれ車は。あとね意外とこういうシートベルトにも匂いが染みついてる原因にもなるんで、こういうのもねしっかりと拭いておくと
多少は汚れ、あの匂いが軽減される。ここまで徹底的に、あの MR2 ほど徹底的にやる必要は全くないんだよね。もうあれはやりすぎだから、まあ、あの MR2 はやりすぎぐらいがちょうどいいから。よし、次後ろの席。だいたい内装を洗い終わり、綺麗にし終わりました。あ、ここ拭いてなかった。ここは軽く。このディスプレイもね、指紋がついてるとみっともないんでね、綺麗にします。はい。このミラーもね、綺麗だけど一応拭いておくか。人が触るところは全部拭きます。結構ね、うっすら汚れがあるんで。そういうのがちょっと気になるよね。で、意外とこういうサンバイザーとかにも匂いが染み付いてたりするんで、この車はね、多分ね、禁煙車だったと思います。タバコの匂いは全くしないんで、あとヤニもね、全然天井とかもヤニの感じではないんで、よかった。ポイント高いね、それは。本当に汚れてないんで、掃除してもね、やりがいっていうのは微妙なんですけど、動画的に撮れ高はないよね。ただ俺的には綺麗になるから嬉しいけど、動画的に見てても視覚的にはあんまり微妙だよね。変わんないから、変わり映えしないから。ここにも小物入れがあります。ドリンクホルダーが2つで、手動式のサイドブレーキで、このミッションね、意外とスコスコです。全く渋いってことはなく、こんな感じに入ります。本当に気持ちよく入ります。スコスコです。で、バックもね、スコスコ入ります。全然渋くない。はい、大体終わりかな。よし、大体綺麗になりました。ざっとね、本当に結構適当にやってるけど、もう洗うところがないぐらい綺麗。よし、あとですね、デミオを買いましたっていう動画で、スクリーンアップディスプレイのスピードメーターが俺の目線から、俺の座高からは全然見えないので、ちょっと残念ですって言ったんだけど、その動画のコメントで、このディスプレイの高さって変えれますよっていうコメントがつきました。ちょっとそれをね、今からやってみます。まずここのホームボタンを押す。で、これのセッティングを押して、で、見えるかな、 AD ディスプっていうところの、高さ、ここをね、こうやって調整するんですよ。するとこれがね、はい、こうやって高さが調整できます。これがね、知らなかったんで、これが調整できるんで、すごくありがたかったです。助かりました。俺の目線からもしっかりと見えます。ちょうど俺の目線が今ここなんだけど、ここから真ん中になるようにセットしておきます。この位置ですね。この位置がトヨちゃんの目線です。気になる人はやってみてください。以上ですね。あとやっぱりディーゼルエンジンなんで、なんかすすがたまるらしいですね。おいおい、そのすすを洗浄する動画も、ちょっとやっていきたいなって思います。その作業もちょっとやってみたいなって思います。14万キロも走ってればね、結構すす溜まってると思うんでね、そういう問題も切り離せないんで、ディーゼルエンジンの場合はやらないといけないね。
トランクはね、ちょっとこういうところ傷がついてるんで結構使われてたかなって思います。まあでもこれだけですね。なんかこの辺のほつれがすごいいっぱいあるとか、なんか穴が開いてるとか全然ないんで綺麗な状態です。で、これ多分これが、コンプレッサーですね。コンプレッサーと、あと多分これはパンク修理キットだと思う。あと牽引フックにパンタジャッキ、それぞれ一式入ってます。でもね、スペアタイヤは入ってませんでした。はいはい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。本当に今日はね、簡単な動画でした。掃除するだけって言っても本当になんかそんなにめちゃくちゃ取れ高があるっていうわけではなく、普通の掃除動画です。めっちゃごっそり汚れが取れるとか、めっちゃ汚いのが綺麗になったとか、そういうビフォーアフターはないんですけど、このようにして綺麗にしました。これからね、この車いっぱい活躍してくれると思うんで、掃除して大事にしていきたいと思います。それでは今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。